ホライフニュースマイクラ支局の女性記者、蓬莱ライフがクールな話題をご紹介。というわけで、本日は、2本足の馬です。馬を2本足にする方法はちょっと危険。まずは周囲よりも一段高い高地の上で、騎乗馬をジャンプさせます。スタック状態に陥った馬が前足を上げた時に、スニークキーを押して馬を降りると、タイミングが良ければ、2本足の馬の出来上がりです。成功率は高くありませんので、自分と馬の体力を回復させつつ、何度もトライしてみてください。2本足の馬は歩けないようですが、このように押してあげれば、移動させることができますので、お好きな場所に運んであげてください。実用性はなさそうですが、お楽しみいただけたら幸いです。ホライフニューストピックスでした。ご視聴ありがとうございました。